するつもり？誰か、誰か助けて。ちょっとごめんね。何したの？大丈夫大丈夫。何が？そいつうるさい。シートベルトして。リサちゃん久しぶり、変わったね。なんか旅行っぽくない？待って、何これ、どういうことなの？お金、お金が目当てなの？あれってブライダルか？本物初めて見る。揺れます。うわ、高級車にぶつけるの夢だったんだ。あれ、私の夫？黙って座って、見てるだけで酔いそう。ねえ誰か、この辺で一番長い道路ってどこ？調べて渡したじゃん。その道工事中だったの？ねえ、お金ならないわ、だから返して。そんなものいらない。あなたを助けに来たの。どういう意味？クソうるさい。だから失神させようって言ったじゃん。誰かクソって言った？しきちゃんに100円払って。シーンが一番言うじゃん。クソ、ひどい。私がいるのに撃ってきたの？何する気？その銃どいて。無理。しきちゃんヤバいかも。待って、もう動けない。嘘でしょ？大丈夫、誰もいないから。なんで私の夫は？そんなのいないのか？ねえ、だって花婿さんの顔を思い出せる？え、でもあれ来た。え、修正されちゃう。夫が存在してないのも、変なのに追いかけられるのも全部意味不明だけど、一旦流すわ。でもリサちゃん、7年ぶりだよね。最後に会った時はお互い小6だった。なのにどうして今も小学生のままなの？何が起きてるの？私たちは誰かに管理されて、誰かの都合で生きてる。この世界自体が誰かに作られたものなんだよ。私はアップデートを止めたの。だから大人にならない。逃げてる時にみんなに出会った。ずっとこの日を待ってたの。誰かの都合で生きるなんて嫌。千歳ちゃん、あなたもそうでしょ？なんで私も助けてくれるの？加速できる長い道路を探して。光より速く走れば120億 FPS になってこの世界を突き抜けられるの。何それ、単位？わからないけど、とにかくやるの。でも道が嘘でしょ。いいから信じて。